はい、皆さん毎度でございます。今日はね、最近ここやな、こっからのスタートが多いな。阪神高速水入り口、いつまでだがっての水入り口やからっていうことで、今日はとりあえず四国四国遍路プラスダムカード集め、四国のダムカード集めに行ってみたいと思います。ということでね、新シリーズを始めます、四国遍路の旅、四国88カ所あれやね、西国33カ所巡礼の旅、万願成就の後、まあみんなもひょっとしたら予想したんじゃないかと思うんですけども、四国88カ所回ってみたいと思います。まあ西国でやね、お寺巡りの楽しさ、御朱印集めの楽しさを知った後、なんかね、物足りないというか、まあお寺巡りがしたいということで、まあ次行くなら四国遍路、お遍路回りたいと思います。お遍路巡礼っていうのかな、四国88カ所巡礼行くでしょ、それはやっぱり。まあ大阪からなんでね、ちょっと遠い、まあ遠いのもあるんやけど、まあまあ88カ所四国のダムカードと交えて一緒に回れたらなと思ってます。まあ今日はその一発目やねんけど、実は一発目はダム行きます。まずは一発目、旧吉野川大関かな、行って、今切川関、大関どっちやったに行って、まあ旧吉野川大関とその今切川大関、大関っていうんやったかな、まあ、関の2枚のダムカードが、旧吉野川なんちゃら管理所、もうなんちゃら大好きやから、なんちゃらなんちゃらでもらえます。そっからの四国88カ所スタートとなります。1番の札所のなんちゃら寺なんちゃら寺なんちゃら寺、2番、3番、4番、名前覚えてません、はい、すいません。まあこれも、天気良かったら行こうなって言うてて、まあまあまだ見ての通り路面は濡れてるんですけども、
お天気は良さそうなんで、急遽行くことになったんで、ちょっと何も下調べもしてません。まあ今日できれば1番、2番、3番、4番、5番ぐらいまで回れたらと思ってます。四国、まあね、あの四国の4つの県の中で88箇所もあるんやから、結構お寺とお寺の間隔が近いとこが多いような気がします、パッと見た感じね。で、まあルート的に一発目がなんかダムカードってええのかなと思いながらも、まあええやろ。まあまあだからね、今後ちょっとどうするかは考えてないんやけど、とりあえず四国遍路は一番札所から順番に回ってみようかな。まあ順打ちっていうのと逆打ちっていうのと乱れ打ちとかいうのと一刻回りとかいろんな回り方があるみたいやねんけど、まあ素直に一番札所から順番にぐるっと回っていこうかなと思ってます。だから今日は一番の霊山寺やったかな、なんかそんな名前まあ5番ぐらいまで、今日は旧吉野川大関行って霧目川大関で、ダムカードをいただいて、まあ、いただくのは旧吉野川なんちゃらかんちゃら管理所っていうところやねんけど、でいただいて、それから一番札所の霊山寺、霊山寺やったような気がするんだけど、ちゃうかったらプーって入れとこプーって入れてプーって入れとこね。2番札所のなんちゃら、3番札所のなんちゃら、4番札所のなんちゃら、5番札所のなんちゃらぐらいまで回れたらいいと思うんやけど、まあ回れるだけ回ってみたいと思います。でお昼ご飯を昨日どこで食べるかと思って急遽調べとったんやけど、なんかええとこが思い浮かべへんかったんで、四国で美味しいお店とか行ってみてほしいお店とか、まあお昼やね、お昼ランチを食べるいいお店がありましたら、よかったらコメントで教えていただけるとこれまた幸いなんですけども、今日は多分うどんになると思います。でまあ今日は雨上がりということもあって路面も濡れてるということもあって、まあゆっくり、いつものごとくゆっくり行きたいと思います。前回のツーリングでやな、雨でずっと滑って以来雨がやっぱりまた怖くなってやね、路面が濡れてるとちょっと引いてしまいます。思わずスピード上げるのが怖くなってトラウマになってます。見た雨天スリップの動画、あれちょっとトラウマやね。まあ、ていうことで安全運転で行きます。まあ相変わらず車は多いね。ただいま何時や、ただいま7時42分。ちなみに、旧吉野川大関にはあと134キロ、1時間42分かな、9時22分着予定でございます。だからこの道は今後よう通るようになるんちゃう。だから四国へ入る言うたらルート的には和歌山から船に乗る、明石海峡を走って鳴門海峡を走って四国に入る、ほなフェリーがあるかな、高松行きのフェリーがあるかな、あとまあまあ橋で言ったら瀬戸大橋、まあ、しまなみ海道、しまなみ海道とそんなもん、大阪から行く言うたら四国に入る言うたら、まあまあそんなもんで行きたいと思います。だから全部のルート使えへんかな、四国へ行くルートとしてはやっぱりこの淡路ルートが一番早くて安くて安全にちゃおうかな。今回は徳島の近いとこ行くから日帰りやけど、もっと遠くの方、愛媛の端っこの方とかあっちの方行くときはひょっとしたら一泊で行くかもしれません。一泊で行かんならしんどいんちゃうかな。まあそんな時はね、なんやろ、瀬戸大橋渡って行くんやったら中国地方のダムカード集めながら行ってもええし、まあまあそんな慌てたあれでもないんで、頑張って88箇所ケチガンまで何年かかるかまあ最後の33箇所巡礼の旅で1年ちょっとやから、88箇所やからまあ単純計算でまあまあ2倍ちょっと、まあ3年、まあ3年ぐらいはかかるんちゃう3年ぐらいはかかる、
大規模プロジェクトでございます。そんなこと言うて1年で終わったらびっくりするけど、まあ1年で終わることはないわな。まあダムも生きながら3年4年ぐらいかけて回れたらいいかなと思ってます。まあまあそう慌てた旅でもないんでゆっくり行きましょう。まあ一発目の休憩はとりあえず明石かな。じゃあ明石行けへんのか。明石行けへんでどこで休憩しよう。どこで休憩するかは考えてないわ。明石まで行けへんもんな。考えたら東大橋渡んねんもんな。一発目の休憩は淡路もな。淡路この前行ったから淡路の次に泊まれるとこにしようか。路面が濡れてるのがめっちゃ怖いな。濡れてるなこれ。なんで濡れてんねん。うわ誰やこのペットボトル。やばいな。高速最近ちょいちょい走るやん。で結構走ってるかな。毎回高速乗って、どっか行ってるけど、やっぱり分かったわ。このバイクは100キロまでやわ。90キロぐらいで走ってるんが一番楽やし、ええわ。高速、まあ、90から100まで。やっぱ100キロ以上出すと振動がでかなってくるしさ、ファンでもしてるっていうのもあるから余計なんかもしれんけど、 GSR の250は100キロまでやね、巡航。ほんで、まあ、話は変わるけど今日は、ドローンを持ってきてません。ほんでなんかな、風の抵抗が少ないからかな、なんか軽いからかな、なんか知らんけど、なんかすごく今日はバイクが軽く感じます。まあ今日はドローン持ってきてないわ。今から行く旧吉野川大関も霧目川大関やったっけ、もう、まあ住宅密集地に入ってて、あれかな、旧吉野川大関は多分、空港なんちゃらのなんちゃら、徳島空港なんかのエリアに入ってて、ちょっとややこしいからもう飛ばすのはやめました。まあそもそも住宅密集地で飛ばされへんねんけどね、許可受けないと飛ばせないんで持ってきてません。まあということは今日は空撮なしです。まあ、飛ばされへんからな。だからそこぐらいちゃうかな、ドローンが飛ばされへんって。四国のダムでパッと見た感じ、まあ、ええ天気になったね。台風一過かな。お、渋滞してないやん今日は。やっぱり車は多いなこの辺。夢人間や大崎か、まあ、京橋もええやろ。この辺も影は濡れてんねんな、道が。もう路面の継ぎ目の鉄板が怖い。バッテリーの交換しようかな。どっかで、やっぱり。まだいけるけど、これ過ぎるとバッテリーの交換するところがないからな。いけるんかな、淡路まで。まあ、淡路までいけるかどうか分かれへんけど、まあ、いけるかな。あっから1時間淡路まで行けるやろ。淡路サービスエリア、京橋の次、歌もう次淡路しかないような気がするけど、まあ行ってみよう。京橋はスルーや。ここやで、京橋パーキングエリア。何やった、ポートタワー。何やったあれ、神戸。この辺川崎ワールドがあるんやったっけな。ちゃうかった、川崎ワールドはここじゃなかったっけ。一回行ってみたいんやけど、さっきのがポートパ神戸ポートタワー、これ高い。建物いつまでこの先急カーブありやね。でこの先急カーブがこれやねんな、急カーブです。月見山、まあええか、別料金やって、前も言ってるな。はい、月見山トンネル。お、休憩するなあ。バイク止めるとこないんか、これ。これか。こんなとこ止めにくいやんけ。到着。
はいよ。このとこめっちゃ止めにくいやん。こんなとこめっちゃ止めにくいやん、バイク。そうやん。まあ、ええわ。まあ。でも、二輪車って書いてあるもんな。まあ、ちょっと休憩。ここがなんていうとこやった？なんていう休憩所やった？なんていうとこやったって、ここパーキングエリア。たるみ？たるみか。ここのほんま二輪止めるとこ誰も止めへんで、このとこな。あと1時間3分やで。1時間3分。あと89キロ。9時半到着予定。もう一回ぐらい止まるか？もう一回ぐらい休憩する？なんかほんまなんでこんな二輪のあれがこんな行きにくいとこやねん。入りにくい、出にくい。じゃあ頑張って、もうちょっと走ろう。こっから赤城大橋に乗ります。徳島行きます。こっちやな、大手な、サルミジャンクションやな。神戸ワーディ、こっから行くの初めてやもんな。こっちか、徳島ワーディ、こっち山陽道七人ちゃう、徳島もこっち、徳島ここようわからんな。こっちか、ここだよねんな。淡路島、徳島、橋行くのはこっち、山陽道向こうと、こっちでいいねんな。さあ、人生2回目の明石海峡大橋、今後結構通るんかな。って感じで、前は下道で来たからさ、たるみジャンクション、たるみから乗って行ったけど、そういえば鳴門の渦潮も見やんなあかんな。またそのうち予定組むわ、鳴門の渦潮も。鳴門海峡大橋も俺渡ったことないや。今日初ナウト海峡大橋やわ。ちょ待って、なんでここみんな通るの、向こう渡んの。まあゆっくり行こうぜ、ゆっくり。こんなトンネルの中って風なくなるよな。今日は頑張って一番、左側の車線を走ってみようかな。明石海峡大橋、ここから上り坂な。今まで下っとったんやな。うわ、風が変わった。なんか上りに入った瞬間、いきなり風が生暖かくなったわ。もう淡路島なんかただの通過点だぜ。はい、明石海峡大橋2回目。風強い。うわ。はい、明石海峡大橋。うわ。めっちゃ風が強い。でもこれ怖いやろ。これちょっとあんだけの柵で向こうもう落ちたら海やで。めっちゃ怖いやん。うわ怖っ。さっきの路面の釣り目がめっちゃ怖かった。っていうことでこっちの車線行く。端っこの車線は怖い。これやな、これの釣り目がめっちゃ怖い。これ怖いわ、バイクでタイヤ取られる。でも今日は風が強い。橋の上の風が怖い。あと52分。ああ怖かった。これが淡路のサービスエリア、観覧車があって、寄らないと。なんか右車線がなくなるんか、俺左の車線がなくなるんかと思っとったら、うわ風が、横風じゃないだけ、あー風が、やめてやめて、怖い怖い。
四五千ここやった135度。もうみんなに追い抜かれていく。みんなに追い抜かれていく。この風は怖え。ほんまに怖い。お、もう四国が見えてきたんじゃん。ほんまか。あーすげえ。今日一ビュースポットやけど、風が怖い。今日一ビュースポットやけど風が怖い。疲れるわほんまに。風横風強いと。というか風が強いと。さすが台風、昨日台風来とっただけのことはあるわ。でもそんなあれやねんな。別に橋にスピード、速度制限かかってるわけでもなく。これぐらいやったら平気やねんな。やろ、これぐらいの風やったら全然怖いことないわね。ほうほうほうって来るからな。横から突然、あの吹きさらしのところ。あれ怖いわ、もう橋の上怖いわ、めっちゃ怖いわ。もう鳴門海峡大橋も怖そうやわ、これ。ゆっくり走ろう。津内津宮2キロ。今どの辺やねんやろ、淡路島の。津本10キロ。まだ結構あれやな。真ん中も来てないんか、淡路島の。淡路島も結構でかいな。この辺は平和な道や。まあ燃費を考えると100キロまでで走るんがええんやけどな。多分このバイクは60、70ぐらいで走ってるんが一番燃費ええと思うんやけど、この辺は風がほとんどないみたいな。無風やな、走りやすいと思ったら。無風でもないけど、吹き流しがされてた。できた今めっちゃびっくりした。うるさいバイクやな。今のはちょっと心臓に悪かったわ。めっちゃびっくりした。危ない危ない今の。あ、右手がしんどい。あの29分で作って入れてるけど、まだ洲本やろ。洲本ってちょうど真ん中らへん。緑サーキングやな、緑。一マス減ったガソリンが。こうやって見ると淡路島もでかいな。この辺は命しか出るんだ、動物より。淡路島南、横風走行注意やわ。行こうか。もう初めての明石海峡大橋じゃないわ、鳴門海峡大橋やわ。行けー。まだかもうちょっとやろ。横風注意やで。おお見えてきた。初めての鳴門海峡大橋やわ。見えただけか。風が怖えな。70キロなってるよ。70キロ。うおお、平波が立ってるやんな。やっぱ風強いんやで。横風走行注意。こんだけ白波が立ってたら分かれへんよな、 GoPro じゃ。はい、初めての鳴門海峡大橋です。こっちが何も見えへんねんな、これ。おー怖い、風が強い。うわうわうわ、風が強い。うわうわうわ、おー風が強い。無人戦闘注意でございますよ。これが怖いです。うわすげえ、渦巻いてるんだ。あれ怖いよなほんま怖いわ、これこれ、これが怖いね、これ。よっ、これよっしゃ、徳島県突入。徳島県突入でございます。
徳島県ちゃうか。 8.3 キロ吉野川バイパスってずっと出てんな。どこ行くか分かれへん。まあまだまっすぐやんな。まあ、橋の上の横風とあの橋の継ぎ目のでかいところ、あれもめっちゃ怖いわ。タイヤ取られるもんな。あと11分、10キロ、9時35分着予定。あ、この思ったらトンネルは平和や。行きます。ここを降りるで。急な下り坂、急なカーブ、そんなスピード飛ばなかの。よっしゃ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 よし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 。ああ、ナルトで降ります。おてんねんな、ナルトで降りて。よっしゃ。ほんでこっち行くの？それっぽいで。徳島、高松、徳島。初めて走る道怖いやん、これ。Google先生。これか、吉野川バイパス。お、一番札所。霊山寺っていうらしいわ。一番札所は霊山寺やて。まあ、後で行くと。もうそこか。写真撮るとこは旧吉野川大関に見えた。ゆっくり行こう、ゆっくり。あの慶応の前行こうか。俺よう考えたら徳島、初徳島ちゃうか。あんまりどこも行ったことない人やから。もうそこやで。あと4分。ここは多分写真撮るだけやね。思ってるよりも、まあ思ってるような時間かな。うん。え、いや、もう一個席があってそこで2枚くれるらしいんやけど、どれを曲がんねよな。えね、おす、お、126円。ちなみに今日朝ガソリン出てきた、119円やったからな。大谷川橋、これはこれ今のとこ、そんな無理やわ。今のとこ曲がれってか。そんな殺生なこと言うたらあかんわ。行き過ぎた、行き過ぎたら、あのとこ曲がれるようなとこと思えへんかったけどな。これや、これこっち、これ追ってくやろ、これ追ってた追ってた。ほんであの信号か、いや、信号意見、これこいつを曲がる、こっち、あ、そこやん、道なりでええんか。あ、そこやそこや。普通に道路として通れるの、これ。ウコッケーの卵を売ります、1個130円。ここや、到着。降りる。これやで。まあ、このままでやろ。ドローンも飛ばせへんし。ちょっと写真撮るな。旧吉野川多光関。よいしょ。わかった。
もうこれ以上いったらしんどい。これが旧吉野川多鉱石よ。次行こう。機械で次が旧吉野川多鉱石管理所。渡れへんの？戻るの？渡るかと思ったらここ渡れへんわ。残念やけどママ。渡りたいな。渡りたい？いや渡っても行けるんちゃうの。せっかくやから渡りたいけど、この前の何やった？あの岡山のとこ渡れへんかったけど、橋渡ろうか。橋渡っても行けるやろ。坂道やけど乗っていいよ。橋渡るで。これが旧吉野川加工石。これこっち。こんな感じやね。9時50分予定通りやな。12分。そこやろ、今日はちょっと風が強いけど、まあバイク日和っちゃバイク日和やな。止まれ止まれや、よいしょ、止まれ。びっくりした。ずっとこれ土手沿い。んでようわからんな。これでええの？そうやな、これいけんの？このとこいけそうやな。どれどれ、これちゃうやろ。これか、これしかないもんな。これどんな道を案内するんでございますか。止まれ止まれやけど、止まれの標識ないやん。あったっけ。お、ここもあるわ、太陽光発電所。北島町。全然分からへん、土地勘がゼロや。どこ走ってんねん俺は。まあ車がみんな徳島ナンバーやっていうので、徳島おんねんやろな。腹減った？そうか。いやまだ寄れへん、まだ寄れへん、まだ10時やのに。いや腹は減ったよ。あと4分。1.3 キロ、10時2分着やで。まっすぐやったらこっちか。お、これは多分徳島県警やな。お、ゴールが見えた。もうすぐや。橋渡る。徳島市だわ、徳島市。で、あっこか？あっこやな。これやな。今切川加工石。今切川加工ですよな。これ曲がるのか。今切川加工石。ここは通られへん。客やけど、どっから行けんのこれ。ここやんな。どっから行けんのこれ。こっから行けんの。
通行の甲が船や。ここ。ここ。今切り旧吉野川河口駅。よいしょ。降りようか。よいしょ。到着。まあ、こんなんは後で取れるか。ダムカード書いてある。ダムカレーマップまで貼ってあるやん。ないよな。はい、あ、すいません、こちらでダムカードがいただける。はい、はい、ちょっとお待ちください。はい、2人です。はい、あ、はい、ありがとうございます。あ、はい、あ、ありがとうございます。もらったわ。よし、あ、ちょっと写真撮ろうか。次がやな、何やった、梁山寺、西国三十三所じゃないで、何やった。四国八十八箇所の一発目、え、うん、この一発目梁山寺のはずやで。さっきあのあれ出とって梁山寺って書いてあったと思う。第一番札して四国八十八箇所巡礼の旅スタートやわ。よいしょ。え、ここが何やった。今切り川河口関やな。もう名前が分かれへん。よいしょ。橋渡りたい、うん、せっかくやから橋渡っていこうか。まあ橋渡ったらまた案内するやろ。あかんかったらまた戻ってこよう。ただいま10時30分か。11キロで10時49分着予定やで。21分かかるらしい。じゃあ行きまーす。何やった。今切川河口関。次が梁山寺で降りると思うんやけどな。橋は渡りたいと。これが今切川河口関と。